どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、なんと、羽田空港に、プライオリティパス対象のですね、ランチブッフェが楽しめるね、お店が利用開始になっておりますので、本日はこちらの解説と、またですね、プライオリティパスおすすめのね、クレジットカードですね、5月に入ってね、まとめやっておりませんので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、こちらがね、プライティーバスに本日対応開始になったオールデイダイニンググランドエール。こちら、羽田空港エアポートガーデンっていうね、ホテルの名前がこちらになるんですよね。グランドフォンティーヌ グランドフォンティーヌグランド羽田空港。こちらのレストランがですね、今回ね、プライティパスに対象になりました。ちょっとね、こちら英語になっておりますので、日本語の方にね、ディープリで訳させていただきますけれども、まずですね、カード保有者は最大2時間滞在可能で、同日のランチブッフェセットと無料のドリンク。 を利用することができます。で、営業時間が11時から3時までということで、まあ、終日利用することができるわけではなくて、この時間帯のみね、利用することができます。で、またね、ランチブフケと無料のドリンクということで、この無料のドリンクにはアルコールは含まれてないという感じになりますので、お酒飲みたい方は追加でね、お金がかかるって言った味になります。で、こちらを1回利用するとね、1回のラウンジ利用をね、意味するということで、カード回数制限のあるね、プライティパスであれば、 一回ね、消費するっていう感じですね。で、またね、入店から6時間以内にね、レストラン再訪問することはできませんということで、まあ基本的に一日一回、まあ時間がね、こんだけしかやってませんので、まあ一日一回になるかと思うんですけども、一日一回ね、利用することができます。大人同伴の場合はですね、7歳未満の奥様は無料っていう風になりまして、こちらね、ホテルの方にね、確認させていただいたわけなんですけども、このね、営業時間がありますよね、11時から3時。こちら 出発でも到着でも、どちらでも利用することができるっていう風になりますんで。 これはね、いいですね。ですので、この時間帯に羽田空港第三ターミナルね、利用していただければ、まあ、第一第二でもいいんですけども、まあ、行っていただければですね、お食事がね、利用することができるっていう風になりますんで、いやね、国内線でもですね、ちょっとターミナル3までね、行かなきゃいけないですけども、ANA ランチとかね、あの、おつまみ程度しかありませんので、この時間帯にね、利用する方はね、かなりいいですよね。まあ、こちらはね、追加で、今回ね、プライティパス対象になったということで、 いや、これはね、めちゃくちゃ混むでしょうね。食事どころですからね。しかも羽田空港、まあ一応第3ターミナルで、まあ第1、第2ターミナルからね、ちょっと離れておりますけども、いや、これはね、びっくりですね。 先日ね、羽田空港にね、あの、足湯カフェがね、利用することができるようになりましたよね。あれはターミナル1だったわけなんですけども、やはりね、対応開始してめちゃくちゃ混雑するようになったということで、ですので、今後ね、このお店はかなりね、混み合うのではないかと思います。まあ、ホテルのレストランなんでね、どのぐらい、 あの、混み合うのかね、わからないですけれども、まあ、ひとまずですね、こういったのが対応開始になりまして、で、こちらがね、公式サイトになりまして、このグランフォンティーヌグランド羽田空港の、まあ、中に入っているね、レストランということで、場所はここでかなりね、広そうですよね。で、えー、っとね、ブラックファーストランチブッフェ、これがグランドエールの、えー え、ランチブッフェということで、これだと思うんですけども、まあ、もしかしたらですね、プライオリティパス特別メニューみたいなのが、ま、用意されてるかもしれないので、まあ、ちょっとね、これは行ってみないとわかんない部分ではございますけども、まあ、もしこれであればですね、え、詳細こちらになるわけなんですけども、え、グランドエールランチブッフェメニューということで、と、菜の花のアクアパッツァだったり、海鮮丼、チャーシュー丼、あとリゾット、あとパスタ、 あと、あんかけ焼きそばとかもね、あるみたいなんですけども、まあ、このまま利用することができるようであればですね、かなり豊富なね、メニューが楽しめるのではないかということで、これはね、楽しみですね。まあ、本日からね。 プライティパス対象になったということで、ぜひね、皆さん、こちら、羽田空港第3ターミナルにね、えー、位置しているということですので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。一応、場所がですね、2023年の1月だったかななんか新しく新エリアできましたよね、ターミナル3に。で、こちらね、羽田エアポートガーデンということで、えー、羽田空港第3ターミナル直結アクセスということで、こちらの、えー、っと、下の方に行くとね、行き方がね、書いてあるんですけども、 京急の場合だと、こちらから降りて、こっちに進むと、このエアポートガーデンの方にね、行けるということで、ま、ここからね、行っていただいて、えっと、ホテル自体はね、チェックインフローが4階なのかなま、ほレストランね、1階にあるみたいで、ま、ホテルのね、方行かなくてもそのまま行けるそうなので、ホテルの方曰くね、ま、こちらからね、利用してみていただければなと。 思います。まあ、11時から3時までしかやってないみたいなんで、まあ、もしかしたらね、2時半ラストオーダーってこちらには記載あるんで、このまでに入らなきゃ利用できないので、プライオリティパスにはですね、11時から15時までって書いてありますけども、ま、あこれギリギリ行ったらね、多分利用できないので、ま、あ2時ぐらいまでに着ければ利用することができる感じですかね。ラストオーダー2時半って書いてあるんでね。 はい。まあ、こういった形になりますので、ぜひね、羽田空港を利用される予定のある方は、こちらね、第3ターミナルになりますけども、プライティパス対象のね、レストラン入りましたので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。まあ、余談ですけども、まあ、こちらね、レストラン特定、まあ、レストランなんで、まあ、当たり前なんですけども、アメリカンエクスプレスが発行しているプライティパスはね、こちら利用することができませんので、この点ご注意ください。まあ、アメックスでも、セゾンアメックスとかですね、MUFG のね、 アメックスとかまああのアメックスのプロパカードではないねプライティパスだったら利用することができるんですけどもまあ、アメックスが発行しているアメックスのゴールドゴールドプリファードプラチナ A ーネアメックスゴールド A ーネアメックスプレミアムそんなもんですかねはいここら辺のプライティパスはねこちら利用することできませんのでこの点ねご注意くださいはいということで次にですね プライティパスが付帯しているね、年会費が安いクレジットカードをまとめということで、こちらね、前回見た方に関してはですね、正直ね、変更点はございません。ちょっと追加になったというのは、このセゾンローズゴールドアメックスですね。前回ね、軽く話しましたけども、このセゾンローズゴールドアメックスっていうのは、今ね、初年度年会費無料キャンペーンをね、やっておりまして、まあ、通常1万1000円かかるんですけどね、初年度年会費無料。またね、年間1回の利用で、次年度も無料ということで、ずっとね、無料で、 維持することがで、きるクレジットカードなんでですよねでプラス1万1000円払うと、プライオティパスのプレステージ会員がですね、えー、回数制限なくね、利用することができるということで、まあ、これからね、発行されたい方で、 えー、お得にね、利用されたいって方は、こちらがね、一番いいのかなっていうところですね。まあ、ちょっとめんどくさくてもいいっていう方は、もうこのね、セゾンゴールドザ・プレミア、これが一番いいんですけども、まあ、あの、こちらね、招待制のカードですので、ちょっとね、あの、頑張らなきゃいけないっていうところで、もう何にも考えないで1万1000円で利用されたい、回数制限なく利用されたいっていう方は、こちらはね、おすすめです。セゾンゴールドアメックスもね、先日までね、キャンペーンやっておりますけども、今ね、こちらのキャンペーンやっておりますので、これから発行されたいっていう方は、 こちらですね。で、初年度からね、無料で使いたい。で、またね、実質年会費無料でもいいから、えー、渡り歩きたいっていう方は、まず一番最初にお勧めしたいのは、セゾンプラチナのえビジネスカードですね。こちらね、回数無制限でプライティパス使うことできるんですけども、年会費はね、ビジネスのみ無料なんですよね。 ですので、2万2000かからないでね、こちら、利用することができて、プライティパス1年間ね、利用することができます。今日紹介したね、レストランもね、利用することができますので、まあ、こちらをね、初年度作っていただいて、2年目以降は、ここら辺のクレジットカードを渡り歩く感じですね。UC プラチナカードもね、ポイントサイト経由で、まあ、1万6500円ぐらいの案件がありますので、こちらを利用していただく。その次に、MUFG プラチナカード。こちらもポイントサイトでね、2万2000から2万3000ぐらいあります。 ありますので、こちらをね。使っていただくみたいな感じで毎年ね。あの実質無料で、ね、渡り歩いていただくと。まあ23年は使えるんじゃないかと思うんですけども、このポイントサイトの案件っていうのもその都度によってね。あの案件があったりなかったりいたしますので、まあ、難しい部分はあるんですけども、ひとまずね。セゾンプラチナビジネスはね。初年度年会費無料今やっておりますので、まあ、こちらを発行して1年後ね。ここら辺チェックしていただければなという感じになりますね。で、次にエポスプラチナカードですね。こちら。は エポスプラチナもしくはアパホテルのね、プラチナカードでも結構良かったりするんですけども、このエポスのプラチナカードは、招待で入ると2万円年会費がかかります。で、何にもしないでね、直で申し込むと3万かかります。プライティパスはね、無制限利用することができるんですけども、このエポスプラチナカードはですね、招待で入って2万円。で、年間100万使うと2万ポイントもらえるんですよね。で、ポイント重度をしていただければですね、年間100万円このカードを使っていただければ、年会費実質無 無料でね、ポイント住としていただければ、プライティパス利用できますので、年間100万円プライティパスのためにね、突っ込んでもいいっていう方は、エポスプラチナカードね、非常におすすめです。まあ、言ってる通りね、こちら招待制のカードになりますので、えー、ゴールドカードからインビをもらわないと2万円で入会することができませんので、この点ご注意ください。初年度直で3万で払って、えー、年間100万使えば確か翌年から2万でいけたような気がしますので、まあ、こちらね、招待制のカードなので、えー ゴールドカードをね、使っていると、100万円だったかな。あの、プラチナのね、招待が来て、それで申し込むと2万円で発行できるっていう感じですね。で、次に本当に手間ですけども、めちゃくちゃ安くしたいっていう方は、JCB ゴールドザ・プレミアカードですね。こちらも招待制のカードです。JCB ゴールドカードを使っていると、招待がもらえて、招待の条件は年間200万円利用していただくか、2年連続で100万円の利用。こちらで、この JCB ザ・ゴールドザ・プレミアっていうカードの招待制が、 もらいます。こちらのカードは1万1000の年会費がかかります。で、何にもしないとサービス年会費が5500円かかるんですよね。ですので、1万6500円かかるんですけども、このサービス年会費は年間100万円利用すると無料になります。ですので、年間100万切れば1万1000にすることができるんですよね。で、またね、この JCB ザゴールドプレミアっていうのは JCB のゴールドカードですので、 JCB のリボ払い、スマリボを利用していただくと5000円の割引がもらえますので、年会費は6000円でね、このプライティパス無制限のカードが利用することができるんですよね。ですけども、手間はね、結構かかりますので、 こちらでね、100万円利用しなきゃいけないですし、まぁ、あ、スマリボはね、リボ払いのサービスですので、繰り上げ返済とかもしなきゃいけないんで、まあ、手間でも良くても、え、年会費6000円で済ませたいっていう方は、このカードがね、おすすめなんですけども、まあ、招待制のカードなんでね、今すぐ発行して、今すぐ使うっていうのは、できませんので、この点がね、注意が必要っていうところですかね。 で、このバーから下の部分は、えー、同伴者がね、えー、利用することができるカードですね。まあ、こちらにはね、ダイナースカードとかもね、入ってくるんですけども、ダイナースカードはですね、プライオリティパスではないんですよね。ラウンジサービスで一応いろルを利用することができるので、ボテジューとかも利用することができるんですけども、今日紹介したね、レストランが利用することができるかどうかちょっとわかりません。こちら実際に利用してね、また話したいなと思うんですけども、ダイナースもね、年間10回まで利用することができて、ただいまね、年会費、初年度年会費 無料やっておりますのでプロパーのダイナースであればこちらもねおすすめです家族カードも年間10回までね利用することができますでえ UC プラチナカードは年会費16,500円ポイントサイト経由で利用していただくと、まあ、実質無料でね利用することができるって言った形になりますでこちら年間6回まで利用することができて家族カードもねこちら3300円かかりますけども年間6回まで利用することができますで次に MUFG プラチナカードですねこちらのカードはですね 家族が多い方はね、えー、一番おすすめのカードになっておりましてこちらもポイントサイト経由で初年度年会費無料にすることができますまあ、実質無料みたいな感じになりますけれどもポイントサイト経由で発行していただくと22,000万2千円もらえて、えー、無制限で、ね、プライオリティバスが使えますで、1枚ね家族カードが無料なんですよねで、家族カードにもプライオリティバスがね無制限で付帯しておりますので3300円ね 2枚,えー、と2枚目以降ね、かかるわけなんですけども、家族が多い方もですね、1枚3300円で無制限のプライティーパスがね、利用することができますので、こちらもね、家族が多い方、おすすめです。で、この静岡銀行セゾンプラチナね、こちらも、えっ、ー、と、ポイントサイト経由で利用していただくと、22000円ぐらいの案件がありますので、えー、無制限でね、初年度は利用することができます。で、アポロステーションセゾンプラチナ、こちらはですね、ちょっとね、 一質なクレジットカードになっておりまして、こちらもね、ポイントサイト経由で発行すると、初年度実質無料になるんですけれども、年間300万決済すると、自伝度の年会費が無料になるんですよね。 ですので、いでみつのクレジットカードなんですけども、車にも結構乗って、まあ、300万突っ込めるよっていう方はですね、年会費ね、かからず利用することができるっていう風になりますんで、これはすごいですよね。こちらセゾンのね、プラチナカードになっておりますので、セゾンのコンシェルジーとかね、利用することができて、300万決済すれば、 え、無制限でね、え、プライティーパスも利用することができるし、年会費も無料で利用することができるし、カードもね、無料で利用することができますので、300万突っ込める方はですね、こちらね、非常にお勧めっていたがちになっております。まあ、こういった感じになりまして、まあ、先月とね、大きいところね、変更はないですけども、このセゾンゴールドアメックスですね、こちら5月から確か開始になったと思いますので、まあ、こちらがね、利用することができるようになりましたので、もしね、1万1000円で、え、プライティーパスですね、無制限 制限で1人で人利用されたいっていうっていうところですか、ね、まあ、このね、セゾンのカードはですね、最近ね、解約が続いておりますので、まあ、次ね、プライオリティパスのね、何か解約が来るんじゃないかって私はね、勝手に予想しているんですけれども、まあ、どのカードにも関わらずですね、今ね、円安がね、来ておりますので、まあ、無制限でね、サービスしているところもどんどんね、悪くなるかもしれませんので、一応ね、解約があるかもしれないっていうことは、ぜひね、頭入れといていただければなぁと、 思います。はい。ということで、今回ですね、羽田空港ターミナル3にですね、レストランがね、対象して追加ということで、いやね、めちゃくちゃ混みそうですね。 まあ、このね、今、羽田空港の、えー、制限エリア外にね、ある、あの、レストラン特典っていうのは、今回ね、紹介させていただいたレストランと、まあ、足湯カフェしかね、なかったわけなんですけども、今回ね、紹介したここはですね、食事ができるっていうふうになりますんで、まあ、かなりの方ね、利用するのではないかと思いますし、まあ、今回これが追加になってですね、えー、プライティバス発行される方もね、結構いらっしゃるのではないかと、 思います。いやね、国内線で利用することができるっていう風になりますし、またね、到着でも出発でも利用できますんでね、これはね、めちゃくちゃいいですよね。まあかなりね、混雑すると思うんですけども、ぜひね、利用する機会のある方はですね、ぜひね、搭乗券とアメックスから発行されてないプライティパスですね、セゾンとかね、まあそういったプライティパスで持って行ってみていただければなぁと、 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 講師アカウント。最近ね、LINE 講師アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリケ診断、ポイントサイト診断ね、こちらからね、無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ